つもカーカーカーチャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日は何の動画かと言いますと CX60 に関する動画になっています。まずはこちらをご覧ください。60の機能、皆さん使いこなせていますか？というのも、ドライビングポジションシートメモリーって一体何なんでしょうか？この機能に隠された秘密は動画の後半で大公開しちゃいます。その前にまだチャンネル登録がまだの方はよろしくお願いします。まずシートポジションメモリー機能について簡単にご紹介。エンジンをオンにしていきます。続いて自分の好みのポジションにシートを設定していくんですけれども、まずシートの側面にあるこのつまみを操作していきます。前後に動かすことで位置を調整できます。また背もたれも倒したり角度を上げたりなど自身の適正なポジションに動かしていきます。続いて液晶画面を操作。設定から画面表示を選択。アクティブドライビングディスプレイを調整していきます。高さや明るさをセンターコンソールのダイヤルを回して調整します。こんな感じで調整することができます。続いて左右のミラー位置をドアにあるスイッチで調整していきます。左右上下好きなポジションに設定できます。適正ポジションを確保してください。こんな感じで見やすくなってますので自身の好きなポジションにできます。続いてハンドルの高さの位置も調整をしていきます。どこで調整をしているのかと言いますと、側面にあるつまみを使って調整をしています。ここですね。このつまみを前後上下に動かします。最後に60にポジションを記憶させます。まずセットボタンを音が鳴るまで長押し。次に登録したい番号を選択。音が鳴るまでボタンを押すだけで OK です。これでシートを記憶させることができました。きちんとポジションが登録されているのかちょっとした検証を簡単にしていきましょう。どうでしょうか。今シートが動いていますが、なんときちんと自分の適正なポジションにシートが移動してくれました。ということでセット1に登録されました。ちなみにアダプティブディスプレイミラーもきちんと位置が変わっていましたよ。ということでこんな登録方法もあるのでご紹介します。皆さんが持っている鍵に自分のポジションを記憶させることができちゃうんです。納車された際に2つ鍵をいただいたはずだと思います。ちなみに私たちの鍵は車のカラーと鍵の色合わせたおしゃれな鍵です。早速やっていきましょう。まず自分の適正ポジションに調整したらセットボタンを長押しします。その後ボタンの解錠の鍵のボタンを押すだけでこれで記憶させることができちゃうんです。本当に自分の鍵に自身のシートポジションを記憶させられたのか別の位置に一旦動かして確認をしていきます。一旦エンジンを消して検証を一緒にしていきましょう。ということで一旦車から降ります。実際に鍵を持って手をかざしドアを解錠します。シート位置はどうなっているでしょうか。お、なんとドライブポジションが変更されているではありませんか。こんな感じで自動で電動で動いてくれる機能になっています。無事に私だけの60になりました。ちなみになんですけれどもこういった情報もあります。鍵に登録したシートポジションを解除したい場合セットボタンを長押しします。その後側面にあるドアの施錠ボタンを音が鳴るまで長押しすれば鍵に記憶させられたシート位置を解除することができます。きちんと鍵に登録されていたシートポジションは解除されたのか再度シートポジションを変えてみて検証をしていきたいと思います。一旦車から降りていきましょう。そして私一旦車から降りて再び鍵を開けてドアを開けてみました。するとどうなっているかというと微動だにせずでした。ということはきちんと解除されている証拠ですよね。素晴らしいですよねこの機能。本当に私も初めて知りました。ここでとある疑問が生まれました。というのもこちら2人が鍵を持った状態で同時にドアを開けたらシートはどう動くのか実際にやってみましょう。今回は比較しやすいように1つ目の鍵には
シートを全下げ全倒しの登録をしました。こちらの登録は黒い鍵に登録します。先ほどお話しした方法で鍵にシート1を登録しました。黒い鍵がシート全倒しですね。もう一つある白い鍵の方には対照的にシートを全上げしていきます。すごい角度にまで上げていくんですね。先ほどと同様に白い鍵にもシート1を登録することに成功しました。対照的なシート1なので分かりやすいかと思います。分かりやすくするためにドアを開錠前のシート1、こちらになります。実際にどうなるのか一緒に見届けてください。ではでは検証レッツスタート。2人同時に手をかざし60のドアを開けます。はい、登場してまいりました。白い鍵が私、黒い鍵はお兄さんが持っています。果たしてどうなるのか、ドキドキですね。せーの、2つの鍵で同時に開錠すると音が2回鳴るんですね。早速ドアを開けてシート位置を確認します。どうなるのか、果たしてどっちでしょうか。ドキドキの結果ですね。シートは、あれ、シートが前倒しになってきました。ということは白い鍵に反応した結果になりました。シートが全上げ角度きつめに登録した白い鍵ですね。まだまだ続きます。続いては私が黒い鍵と白い鍵を持っているんですけど、2つの鍵をポケットの中に入れます。車から遠く向かって左側に黒い鍵、向かって右側のポッケに白い鍵を入れていきます。そしてこの状態で手をかざしてドアを開けます。シート1はどんな結果になるんでしょうか、一緒に見ていきましょう。どう動くんでしょうか。お、後ろに下がっていきましたね。ということはなんとシートが倒れ始めました。ということは皆さんもお察しの通り、今回反応した方はなんと黒い鍵に開錠し反応したことになります。こんな感じで今回は何個か検証していきます。いろんなパターンで実際にやってみました。私が2つの鍵をポケットの中に入れています。先ほどと逆、向かって左側に白い鍵、右側に黒い鍵を入れてドアを開錠していきます。手をかざして開けるとどうなるんでしょうか。シートが動き始めましたね。お、また後ろに下がっていったぞ。背もたれが倒れましたね。ということはなんとまたしても黒い鍵のシート1になりました。こんな検証も実際にやってみました。ティッシュを取り出して白い鍵、こちらをティッシュで包み込んで車から少し離れた場所に置きます。そして黒い鍵はポケットの中に入れて実際に鍵を開けていきましょう。これは結果どうなるんでしょうか。実際にドアを開けてみます。シートがどう動くのか楽しみですね。動き始めましたね。なんとまたしても黒い鍵のシート1全倒しになりました。物理的に車から近い鍵に反応するということなんでしょうか。大丈夫あんた、失礼しました。こんなことも私たちやってみました。黒い鍵を車から離れた場所に置き、白い鍵をポケットに入れます。さっきと逆ですね。この状況でドアを開けるとどのシート位置になるのかもやってみました。ドアを開けてみましょう。結果はいかに。この動き始める時のドキドキワクワクがね、楽しいんですけども、今回は白い鍵の位置に設定されました。結論として、物理的距離が車から近い鍵が反応するという結果になります。しかしこんな例外もありました。車から近い右側ポッケに白い鍵、左ポッケに黒い鍵を入れてドアを開けてみます。ドアを開けるとシートはどう動くのか。あれ、シート下がってないかい。あれ、確か、ん？ちなみに数回同様の検証をし、この一度だけ車から遠いはずの鍵が反応しました。
なぜ反応したのかは未だ不明なんですけれども、こういった結果も生まれました。続いては白い影を私が持ち車の横へ離れます。で、ドアのとこに影を、はい、めっちゃ近いです。で、こっちで開けます。はい、で開けてください。ドアを開けてみると、車から近い白い影ではなく、ボタンで解錠した黒い影が反応しました。検証も大詰めになっていますよ。はい。で、私持ってます。で、開けました。果たしてシートの位置はどうなるんでしょうか。先ほどと同様、直接ボタンを押して解錠した白い鍵のシート位置になりました。最後にこんな便利な使い方もあるので、シートメモリーやってみてください。例えば長時間の運転で体が疲れた、車で寝たい時ありませんか？そういった時、毎回シートを倒して毎回動かすのは正直めんどくさいですよね。私だったらめっちゃめんどくさいです。なので、まずシートを前回まで後ろに下げます。そして背もたれを一緒に倒していきましょう。こんなに広くスペースを確保できるわけなんですけれども、このシート位置を一度こんな風にセットボタンを押して登録番号を選択し、ボタンを押し車に記憶させておけば、こういった事態にも対応できます。あー、3時間も運転したから眠すぎる、やばいわ。せっかくパーキングエリア止めたし、少し仮眠取りたいな。シート動かすの面倒。そうや、60は寝る位置、メモリーに登録したから、いちいち手動でシートを倒すことなく勝手に移動してくれるんだった。本当に快適すぎる。もう寝れるわこのまま。 GX60、 どこまでも最高級な車になっています。こんな使い方もありますので、シートメモリー機能ぜひ参考にしてみてください。次回に続きます。ここまで私たちのカーターカーチャンネルの動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、 SNS フォローもお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ではでは、バイバーイ。